キングストーンアベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT イースタンパークウェイ線の駅である。ブルックリンク、クラウンハイツのイースタンパークウェイとキングストーンアベニューの交差点に位置し、2系統がラッシュ時混雑方向のみ、3系統が深夜を除く終日、4系統が深夜帯のみ、5系統が朝ラッシュ時に北行のみ停車する。駅は1920年8月23日の IRT インスタンパークウェイ線、アトランティックアベニュー、バークレーズセンター駅、クラウンハイツ、ユーティカーアベニュー駅間の延伸開業とともに開業した。1964年から1965年にかけてホーム有効長を1両あたり51フィートの IRT 車重量編成に対応するために525フィートに延長した。駅は2層からなっており、 それぞれの階層南側に、単式ホーム1面と観光線1線、北側に急行線1線を配置した2面4線の地下駅で上層階は、南行列車、下層階は、北高列車が使用している。駅には中央に改札口が一つあり、各ホームから階段が接続している。改札口には、回転式改札機があり、イースタンパークウェイとキングストンアベニューの、 交差点中央西側と同交差点中央東側に階段が一つずつ接続している。ありがとうございます。